ジジャージと、S、スタイルテレビと雑誌の垣根を越えてタッグを組み宮城のイケてるラーメンイケメンを食べ尽くすその一杯を厳選するのは S スタイル編集部一のラーメンマニア高橋有ラーメンソムリエの資格も持つ彼女が今回一押しする一杯は今回も先月オープンしたばかりの新店をご紹介します。

一押しは濃厚な魚介の風味が食欲をかき立てる看板メニューアジタマ魚介つけ麺ですはいすみませんお待たせしました、はい、アジタマ魚介つけ麺ですどうぞうわーありがとうございます<あ>いや来ましたよつけ麺すごいやっぱりね、この麺のインパクトすごいですね美味しそうそしてこの漬け汁の中にはね、大きなアジタが入ってますいやあったかい 麺はチューブとのストレート麺ですね。いやー、美味しそう。さて、そのお味は。うーん。うわ、美味しい。魚介の香りはね、すんごくね、香ばしい。わ、なんかこう奥深い、ふわっとした香りがね。すごくいいです。うーん。 漬け汁の肝となるのが、いぶしたような風味が特徴のサンマブシ。これにサバブシ、煮干し、さらに動物系のスープなどをブレンドすることにより、深い旨みとふっくよかな甘みが生まれるんです。サンマブシが全体こう出てくるわけではないんですけども、ちょっとこう後にこうちょっと余韻が残るような感じで仕上げてます。さらに、二種類の濃い口醤油がベースの醤油だれや、チー油、 一味唐辛子などを加えることで濃厚ながらもすっきり飽きのこないつけ汁が完成するんですこの魚介の香りがふわっとしてきた後にこの動物系の深みとかこの甘みっていうのがねすごく感じられるんですよ。お互いがね高め合ってる感じがすっごくいいです。おいしいですよ。複雑にうまみが絡み合うつけ汁。 これを持ち上げるチューブとストレート麺は、こだわりの特注品です。このつる、つるで、もっちもち。すごくね、噛み応えもあって。このスープによく合うわ。うん。まあ、若い人から。まあ、あの、年配の方まで、あの、幅広く。あの、皆さんが、こう、食べてもらえるような、つけ麺を目指していきます。 わーおいしいすごくね深みのあるスープなんですけど本当後味がすっきりしてるんで誰もが食べやすすいいつけ麺だと思いますよ今回の「イケてるラーメンイケメンは」はつつけけ麺麺の味玉魚介つけ,麺つけ麺好きの店主が長年培った技術を惜しみなく注ぎ込んだ至高のつけ麺ぜひご賞味あれ。